プロスペクトパーク駅は南東ペンシルベニア交通局ウィルミントン、ニューアーク線及びアムトラック北東回廊の駅である。アムトラックは停車せず、セプタの列車のみ停車する。ペンシルベニア州プロスペクトパークのリンカーンアベニュー、メリーランドアベニューにあり、44台分の駐車場が併設されている。ノーウッド駅のようにプロスペクトパーク駅は図書館が隣接している。 また、ボローホールも近くにある。プロスペクトパーク駅は、元は、ムーア駅という名前で、フィラデルフィア・ウィルミントンボルチモア鉄道の駅であった。ペンシルベニア州の鉄道駅を取り扱っている、ウェブサイト、ペンシルベニア・レール・ロード・ステーションズ、パストプレゼントによれば、ムーアという地権者が、駅建設のために権利を寄付したことから、彼のせいが完成られたのだという。駅名は、 ペンシルバニア鉄道に編入後の1932年4月1日に、現在の名前に変更された。しかし、同ウェブサイトによれば、現在の駅舎は、PW&B が建てたものではなく、ペンシルバニア鉄道が建てたものである。ありがとうございます。